株式会社四谷大塚は東京都中野区に本部を置き、株式会社長瀬が経営する学習塾である。旧名称は四谷大塚進学教室。小学生対象の中学受験学習指導を営み、テキストの予習シリーズは定型塾と準拠塾が使用する。2006年10月から東進ハイスクールを運営する株式会社長瀬の参加となる。 小学校入学直前の2月から小学3年1月までをリトルスクールとして直営校で開校している。担任講師1名とフォロー講師1名が1年生10名、2年生12名、3年生15名を担当する。クラス分けテストと全国統一小学生テストで S クラス1クラス2クラス、いずれかの程度を判定する。国語と算数を低学年専門の講師が、 知識を詰め込まず、知能と学習能力を伸ばす指導で、受験体制の4年生クラスへ誘引する。4から6年生の中学受験向け通信教育で、通塾生やユートネット生と同じテストは、配信されたものを印刷して受験する形となっている。四谷大塚の講師の映像授業を受講する。1から3年生の通信教育である、中学受験コースと、 学力向上コースを設けている。髪型の丸は四つや大塚の主人公の子供。その柔らかく凹んだ部分は子供の未知なる可能性を表す。また、下方の緩やかなカーブはそれらを受け止め、より良い方向へ導く教育環境を表している。旧シンボルマークは四つの矢が炎上につながっているマーク。ありがとうございます。